第2小隊は下がれ。第4小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある風遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの風遁使い、この連合の中にはいる。ん？俺だ。ナルト、九尾の人中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ、あの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。戦闘開始。あんたは俺と石影が抑える。ああ、現代の神が二人がかり。こりゃバトルが楽しくなりそう。無駄だ。そんなもんかよ。俺たちの力をかぶる。俺たちの力をかぶる。あとはお前が抑えればこの戦いは終わる。
戦闘開始。お前がわしを止めろ。その力でこのわしを超えてみせよう。それも強えんだな。わし相手にここまでやるとは。九尾のチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。